カリフォルニア大学ヘイスティングズロースクールはカリフォルニア州サンフランシスコ市内にありサンフランシスコ市庁舎等が集結するシビックセンターに位置するロースクールであるサンフランシスコ市内には同じカリフォルニア大学サンフランシスコ校が所在している1878年に初代カリフォルニア州最高裁長官であるセラウス・クリントン・ヘイスティングスによって設立された アメリカの中でも学部生とキャンパスを共にしない数少ないロースクールとなっている。別名は UC ヘイスティングス。セレーナス・クリントンヘイスティングス博物館美術館の創業者である UC ヘイスティングス博物館美術館 UC ヘイスティングスは1878年に初代カリフォルニア州最高裁長官であるセラウス・クリントンヘイスティングスがカリフォルニア大学に 自身の名前を冠した、ロースクールを設立するために10万ドルを寄贈したことに始まる。ヘイスティングス氏は、ロースクール設立にあたって、サンフランシスコ裁判所に近接する場所に設立することと、ロースクール予算は、大学理事会でなく、衆議会から直接支出することの2つの条件を付け、現在でもこの条件は、維持されている。100マカリスターの西側から撮影。 UG ヘイスティングスは、サンフランシスコ市庁舎等が集結するシビックセンターに位置し、以下の3つの建物によって構成されている。キャンパスには、カリフォルニア州最高裁判所、サンフランシスコ市庁舎、サンフランシスコ公共図書館等が近接している。UG ヘイスティングスは、US ニュースワールドレポートによると、全米トップ50校に位置しており、 ブライアン・ライターのランキングによると、在職する教授の学術論文等への引用数で判断される学術ランキングでは全米27位、学生のエルサットの平均スコアでは全米33位に位置している。カリフォルニア州司法試験合格率は2014年時点で68%となっている。ありがとうございます。